はい、皆さん、僕はチャーコンチンです。です。キキカレー選手権前回ですね、大好評だった、はいはい、キキ焼きそば選手権、はい、というものがあったんですけども、うん、第2弾ということで、レトルトカレー、うん、いっぱい持ってきましたんで、ほうほうほう見ていきましょうか。はいはいはい。赤辛カレー、タリアカレー、おなじみのリー、20倍、はい、銀座カリー、SB のカレー、男の極うま黒カレー、うん、アンパンマンカレー、はい、モンカレーですね。8種類。8種類あるんですけど、うん、前回ね、うん、好評だったんですよ。ほう。その中でも森じゃない、より。もっととよりが。なるほど。一緒だったんですね。なるほど。もっととよりを一緒にキュッとすると、はい、森。僕が当てるたんびに、ヨシさんが電撃を食らう、うん。僕が外すと、僕が電撃を食らうという感じだったんですけど、うん、そうだね。その都度答え合わせをしてると、うん、最後やっぱ消去法になってしまうと。なるほど。6個はもうできてて、あ, あとこの2択ですってなった時に、なるほど。答える側は有利すぎると。ああ、そうかそうか。ああ、そうか。じゃなくて、はいはいはい、パッコあるけど、うん、器は10個あるとか、なるほど、同じやつが3個あるかもしれないとか、なるほどなるほど、そういう感じでヨシさんは僕を惑わしてください。なるほど。で、10個ある中で、はい、8個正解したら OK ってこと。じゃあ8回正解8回、うん、したら OK、そういうことだよね、っていう感じで、うんうんうん、カレーに関しては、うん、焼きそばと違って、うん、味に特徴がありすぎるので、うん、ある、もうこれとかもう舐めてるじゃないですか、これ20倍とか、まあ辛いからね、はい、でも意外と赤辛とかとさ、はい、競合したりするんじゃない。赤辛は唐辛子辛いですよね。怖いのは、うん、意外とこの辺ですね。ああ、そうやね、ザ・中辛が、うん、食べ分けられるか、ここら辺がね、うん、今回の勝負になってくるかな。なるほど。いうところですよ。いいね、いいね、勝負しようよ。10個のカレーが並んでるわけですね、うん、そうです、そうです、そうです。私が変なおじさんです。忘れた、味を覚える作業が必要なわけですよね。あ、そうだね。だから、うん、余分に作った2つを、はいはいはい、はい、一旦隠してもらって、そうだね、うん、テイスティングタイムですね。了解です。はい、じゃあ抜いてもらえたということで、はい、取ってもよろしいでしょうか、うん、いいよ。あ、全然色が違う。色ちゃうでしょ。あ、もう見た感じこれは赤からでしょ。そうそうそう、みたいな目があるとね、うん、分かってしまいますので。そうだね。ちょっとじゃあいただきます。はい。スタンダードっぽいなこれ。あ、うまい、うまい。これが美味しいカレーね。その名の通りやね。中辛のほんと美味しいカレーですね。うんうんうん、自分もよく食べてると見ますよ。あ、ほんと。あ、全然違う。甘い。あんことか入っとんのかな。リンゴとかでしょうね。あ、そうか。あんこはまあ入らんでしょう。なんでそんな黒いんだろうね。うん、あー、玉ねぎの奥深い、うん、味わいが、うまっ。かなり黒いよね。ヨシの腹ぐらいに黒いです。誰が腹黒いよ。銀座っていうぐらいだからちょっと高級感があるのかな。ん？違うのは違うんですけど、何の味なんだろうこれ。何の味か分かんないですけど、うん、普通のカレーじゃない、何だろう。あ、そう、銀座。銀座の匂いとして覚えよう、これを。定番中スーパースタンダードですね。そうだね。意外とこれと美味しいカレーが一緒かと思いきや、うん、ちょっと違いますね。違うんだ。どう違うって言われると困りますね。ラー油っぽい味。ラー油っぽいやな。こんなのこれ。結構シャビシャビだよね。いいのかな、うん、そんなヒント与えてしまって。いただきます。はい。あ、全然違う。あ、そう、赤から赤からっぽいですね。もうカレーっていう感じあんましない。あ、そう、鍋っぽい味。うん、これはもう一瞬でわかりますわ。あ、そう、やべえな。ここら辺が結構、うん、どうなんだろう。ちょっとなんかフルーティーな感じがしますね。絶対辛いでしょこれ。うん、大丈夫。大丈夫やった。大丈夫。あれ、覚えましたよ、もう完璧に。ランダムで10回出してもらって、うん、間違えた個数分だけ最後ビリッとやります。5回間違えたら5回、パーフェクトの時だけヨシさんに10倍返しましょう。10秒。あ、10秒。10秒きついな。これは勝ちたい。それでは、はい、キキカレー選手権。反対反対。え、反対反対。
黒い方がこっちが出す。やりますか、キキカレー選手権。やろう。これ出す順番も大事やでな。だからまず、あえてこっちでこういう風にしてみたいな。おう。よし、じゃあ行くよ。はい。文字まっすぐですか？文字まっすぐ。じゃあ最初これ。はい、はい、はいはい。いただきます。はい。さっきのリーってなんかもう舌がおかしくなったかな。いや、これがリーなのかな。あ、これリーでまず舌を覆してくれかもしれん。辛い気がしますよ。ほんと？いつもより辛くない気もしますけど、うん、自分を信じた方がいいよ。でも目を閉じ取るとやっぱか違うでね、五感が。あ、これ絶対リーだ。これリーだ。私が食べたのはリーの20倍カレーです。やったー。いや、まず順番よ。今回は負けたくないんだ。カレーもう一瞬だからパニックでしたからね。あれ舌おかしくなったかなと思って。あー、よし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 、いいぞいいぞいいぞ。こいつをいこうかな。これ次じゃん。はい、これですね。ですね。ん？あ、これなんだっけ。いやでもなんかスプーンがもうリーの辛さが、え、これもう一回リーきてる。これいいね、これ数多いの。数多いのいいね。疑心暗鬼になるもんね。なりますね。ちょっと待って。うん、やばいなこれ。一旦水飲んで、はい、リセットして。これやばいぞ。非常にまずい。二つ目にして。あ、前回とは全然違うね、展開が。え、迷路に迷い込んでおります。あ、来た来た来た。お、私が食べたのは、うん、銀座カリーです。やったー。やったー。すげーよ。何かなと思ったら銀座がファッときました。マジで、はい、すごいやん。これはすごいわ。これは嬉しいぞ。やるやん。やばい。まだあるぞ。パーフェクトあるぞ。まずいぞ。まずい。じゃあ3品目。はい、じゃあいきましょう。危ねえな。でもスプーンにね、うん、味が残ってたりするんで。なるほど。口の中の一番はね。ああそうだね。Dのダメージがまだ、そう、もう汗が出ら、面白いな、発汗作用がもう。いただきます。おい、ん？ん？玉ねぎが来た。なんだこれ。玉ねぎが誘導だよね、なんか。辛さは中辛のはずですね。なるほど。それでリアだったらびっくりするね。え、こんな味のカレーあったっけ？こんなんなかった。舌が痺れてきたぞ。まあ、どれにしたってスパイス入ってるからね。なんだろうこれ。特徴がねえな。特徴がないってことは、うん、ボンカレーか、美味しいカレー、うん、カリーヤか、うんうん、カリーヤカレー、うんうん、マジでこれわからん。これ面白いな。わからん。でも美味しいカレーを食べた時の感じとも違うし、カリーヤとも違うし、フルーティーでもあるのかなこれ。あー、もう分からんわこれ。私が食べたのは美味しいカレーです。あーよし、違うんや。これじゃあ言わないでください。これが、いやいや、オッケーオッケー。闇の中に、闇の中にね。オッケーオッケー。ガセ俺が有利になったぞこれ。分からん今の。さあ、ここの流れに乗って4つ目、カレーがね、うん、もうちょっとずつ冷めてきて、そう、味がちょっと変わるんだよね、はい、で冷めると。じゃあいきます。はい、これ4品目。そうだね。ん？もう匂いが、うん、匂いがあるさん、これ匂いが、うん、これ鍋ですねこれ。もう渡された瞬間、うん、私が食べようとしているのは。って言いかけましたから。なるほど。匂いがもうね、全然やっぱ違いますね。ほんと。私が食べたのは、うん、赤から鍋のカレーです。
ゃそうでしょうよ。これはすごく簡単、特徴的でしたね。なるほど。いや、3つ目何だったんだろう。前半戦最後の、そうだね、5個目ですね、はい、こちらですね、はいはい、うん、なんかすごく特徴的な味がするぞ。どう、うん、なんか特徴的な味がするぞ。あ、うん、これでもあの3つはどれかです。ボンカレー、カリーや美味しいカレーのどれかなんですよ。ほうほう、こんだけ甘いのがどれだったっけ。あー、これは、うん、これボンカレーかな、ボンカレーな気がする。いや、こんな甘かったっけな。いや、これカリー屋だ。カリー屋の中辛、私が食べたのはカリー屋のカレーです。やったー、耐えたー、耐えたー、あぶねー、あぶねー、やるやん、あぶだー、やるやんか、耐えたわー、マジかよ。6個目、はい、こちらですね。そうだね、いただきます、はい。むめ、これ男のやつかな、違うな、男のやつもっとなんか苦味があった気がするな。え、普通の美味しいカレーかな。え、さっき食べたやつかな。中辛は中辛っすわ、これ。なるほど。でもアンパンマンほどの甘さがないんで、甘口じゃないんですわ、中辛なんですよね。これが美味しいカレーなのかな。返事がねえな。コミちゃん、どれが2個あるかは分かってないからね。そうなんですよ、うん、いや、もう何の特徴もないんで、こう美味しいカレーですね。いや、ボンカレーかな、普通のいつも食べてる美味しい、これだ、これが美味しいカレーだ。私が食べたのは美味しいカレーです。やるやん、覚えてる、覚えてる、が覚えてる。え、じゃあ3つ目やつ何だったんやろ。いただきます。これが流しだめやね、佳境だな。おい、そろそろ2品目が来るような感じかな。あー、これどっちだろう、この味わい深い感じ、はいはい、98円とかのカレーじゃないですね。なるほど。銀座カレーがもう一回来てるのか、まだ来てないその男のやつ、あの黒いやつか、どっちか。高級感がある。ありますね。鼻をこう向ける、この感じ。わかりました。はい。ん？本当に？私が食べたのは、はい、銀座カレーです。食べ直さないけど、ここは間違えれんぞ。いただきます。はい、うん、うん、なんだこれ、今まで食べたことない味、甘い、アンパンマンかこれ。あ、ビビって今までアンパンマン出せなかったのだよさ。うん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 、そうだ、やっと出してきましたね、よしさん。私が食べたのはアンパンマンカレーです。ほらこれ間違えとったらおもろかったんだ。あー、しめしめ、あー、しめしめ。まあまあ、これはな。はい、いただきます。はい、うん、これ、初だな、初めての感じする。うん、違う、これが銀座カリーだ。うん、これが銀座カリーだ、これが銀座カリーだ。何か言うねん。さっきの男のカリーだったのかな、じゃあ違うかな。癖があるんですよ、でもこれ。なるほど。なんか、ほう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 、これそうだ、私が食べたのは、うん、銀座カリーです。ええー、嘘でしょ。嘘でしょ。嘘、ここはよしやぞ。
してさ、よしやと思ったよし、これラストだね。ラストはい、こう消去法ができないってだけで激ムズになりましたね激ムズですからね。あとやっぱスクラスできないけど、そうだよね、まあ、これ秀逸なルールになりましたね。秀逸なルールだね。ちゃんと味で当てるっていうところ、うん、見とって面白いわあれ？俺こんなやつ食べた？新しいカレー作ってない。作ってないわ。混ぜました、なんか。作ってないわ。ズルなしでやってますから。あ、分かった。最後は決めましょう。おい。私が食べたのは、うん、男のカレーです。あの黒いやつ。黒いやつ。っていう感じですかね。はい、熱っ。いや、むずめちゃくちゃむずい。1個目で間違えたのが、銀座のカレーね、2連続で出したの。なるほど。うーわ、銀座かぶせか。銀座かぶせで、ね、最初当てたのに、はい、次にこんなんか食ったことねえみたいないや、1個前に食べたからっていう面白さがすごいあったねいやー、これ銀座かぶせか。そう、2個目に間違えたのが、はい、こいつだね。あー、カリーヤ、ここら辺難しいんですよね。カリーヤ、赤からカリーヤだった、多分。あー、1個ハサミの。なるほど、1個ハサミのカリーヤ、ここら辺は難しかったっす ね、 そうだね、非常に。そうで、最後に間違えたのが、はい、意外や意外、銀座だと思い込んでた。あー、ボンですか。ボンなんだって。ボーンよボーンよボーン、意外と味わい深かったね。でもボーンカレーめっちゃ美味しいってことだよね。ボーンカレーはすごい美味しい、安くて美味しいってことですね。そういうことだよね。いやー、っていう感じで、うん、ご視聴ありがとうございました。いや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 、おい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 、終わらせるか3回分ちゃんとやってもらおうか。3回分ですねビレバンとかのレジの前に売ってるから、ほんとに買ってやってみて、みんなめちゃくちゃ痛いからそうだね、やってみりゃ分かるよねこれ3回ですよね。そうだね、一気に行きますよ、もう一気に。おいおいおい、ビーン、ビーン、ビーンってやりますか。あ、分かった、オッケー、オッケー、はい、せーの、はい、あー痛い、あー痛い、あー